じいちゃん元気ね。どう演奏すればいいのか。じいちゃん。コンサートの直前まで解釈をぶつけ合い、答えを探しました。何がいるの？そして、答えを。え？出て出て。二人で切り上げた。あ、おやついるの。ご飯食べた？出て。ご飯食べんとダメやで。早。はい。ちょっと待ってな。大概ね、こんな尻尾になってる時は外に猫がいるんですよ。タヌキみたいな尻尾、はいはい、そう、うわーでっか、外に猫がいる、でっかい。必ずこんな尻尾になると、うん、外に猫がいるんだねって。タヌキさんみたいよ。興奮しちゃって尻尾が。これは、はい、私がちょっといたずらで、キュウリをね、これやっちゃダメってやつでしょ。これやっちゃダメなんですよ。シャレになりませんから、これは。気づかないんですよ。はい、だからこっそり置いて、はい、家事してたんですよ私、後ろで。ガチャガチャ音がしますね。うん、気づかないなって。娘に撮ってもらってて、はい、気づかんねって言ってて、はい、結構長いことこれはかかる、かかりますよ。いいと思います。ですよ、こういうことしちゃダメですよ、ね、ダメです。良い子はやめましょう、やめてください、ね、ただいま、お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。ただいま、お家古くなっちゃったね。それが赤ちゃんの時にまだもらってきて譲り受けて1週間目ぐらいの時にここだーっと登って、その本棚の、え、ここですか？そうその本棚 の、 そのティッシュが山積みになってるとこ、ごめんなさいね、いい、もう本当生活感たっぷりなんですけど、いいと思います。あの裏ちょっと隙間が空いてたみたいで、ティッシュの裏ですか？そう、そのこのね、うん、壁と本棚の間に、なんかこれがどうもまっすぐじゃないみたいで、こう扇形になってるようなんですよ、そこに落ちたんです。落ちたんですか？でと私ここにいて、はぁと思って、どうしようと思ってここに椅子持ってきて、でここ上がってこうやって手入れたら、あの下まで落ちてなくて、この辺で引っかかってて、で指先だけが掴めたから、しぐれちゃんちょっとごめんねってそこだけ掴んでビそう、もうにゃーって感じで、よ
くあれはね焦りました。私もう全部出さなきゃいけないかと思ってつまみ出した、うん、すごいよかった。こうやってやったらねもう この指先に指先いや本当あっちの指先だけがつかめてミーって猫が柔らかいからあのね、うん、つかめたんで、うん、よかったよかったです。あれ本当、どうしようかと思って未だに登るんですよ、あの上に。どうやって？こっから。こっからどん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 って。どんどんって怖いな。これのしぐれが好きなんで置いてるんですけど。ああ、ダンボール好きですよね。ダンボール好きですよね。うん、たまにここに置いて遊んでるの、はいはい、まあ、ガジガジってなってますけど。いい大きさです、これ。ここ登るんですよ。ちゃんと耐震防してますね。そうなんです。これ大事ね。はい、とか、はい、ここのオーブントースターの上からこの段々とこうこうああ上いい感じですね。あこれは喜ぶわ。そこに敷物置いてるんですけどとこ多分そこにいたりします。へ、うん、この段はいいですね、うん、ちょうどだね。これあのオーブントースターが熱くてもこれで緩和されるという。そうそうそう、だからこれ置いてるんです。なるほどです、素晴らしい。へそういう工夫があるとねいいですね。そうですよね、うん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 、へえ。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり、水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ハンディを持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか？建築家にだってなれるかも。夢を広げるテローグループ。なんかともこさん演劇される。あそうなんですよ。朗読とかもされる。そうなんです、そうなんです。なんかちょっと聞きたいなと。聞きたいですかもうね26年ぐらいは小学校の絵本の読み聞かせはしてるんですよ。長い間、うん、うちの子が小学生やった時から、うんうん、でそれはもうずっとやりたいなと思ってて、あとは東温市民劇団に入ってるので、ついこの間も10月に公演が終わったとこなんですけど、うん、主人公のお母さんの友達役。いえね、うちのおばあちゃん今日四十九日を迎えたのよ。そんなになるのか。もう大変よ、7日ごとに参拝するなんてそりゃ義理のお母さんといってもさ、珍しく私にはよくしてくれたわけだし、せめて冥福を祈ってあげるくらいはね。だからパパのためにも毎回の法要はしっかりしてあげようかなって。88箇所のお遍路さんよりはお手軽だし安いでしょ。トモさんご出演ですか？出演します。素晴らしい。今度のもなんか楽しそうな役なので。はあ、虫さんがいるんだね。猫ですか、もう人生そのもの猫がいないとねえ、本当にあの子あの
どちらもですけど、まあ、オセロもですけど、しぐれですけど、一日で思い返さない日ってないですよね。亡くなった猫ちゃんたちも、うん、亡くなった子たちも、うん、今いる子たちも、仕事しててもね、うん、大事なんですよね、すごく、ね、家族みたいって言ったらもうありきたりなんですけど、いないと困る、生活必需品ぐらい本当に人生の必需品ぐらいですよね。あの触る感じないと、うん、いやー、まずこの部屋に入ってこたつがあった時点でオッケーと思いました。もうないと、ね、うん、山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと、首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。